ワールド・オブ・ウォーシップス 0.7.5 公開テストにて、米巡洋艦ツリー改定の第1段階が実装されました。そのうち、軽巡洋艦ツリーのティア8にクリーブランド型が昇格。装備の充実に加え、弾速が上がり、弾道も低くなったように感じたのですが、新旧を並べて比較すると、その感覚とは異なっていました。実際に比較した映像です。画面左が旧のティア6、右が新たなティア8。距離は揃え、角度はざっくりと同じ程度で試します。ほぼ同一の距離にある標的に対し射撃したところ、着弾までの秒数は変わらず、弾道のみが低くなっているようです。弾道が低くなれば遠近の誤差は甘くなるため、当てやすくなったのは間違いないのですが、左右の偏差は従来通りに合わせる必要があります。特に差が顕著なのは榴弾で、鉄鋼弾は大差なく、新旧とも榴弾より速く低い弾道を描いています。新旧の鉄砲弾及び榴弾を並べるとこのようになります。比較は以上となります。ご覧いただきありがとうございました。